新しい広島ので冬の風物詩にしたいなとまず我々広島に住んでいる人がですねその魅力を実際に味わってみるとでそれをやっぱり子供もたちにも教えていくと来年2月24、25日の2日間広島城本丸と北堀エリアで広島城オイスターフェス2024が開催されることが決まりました 全国一の収穫量を誇るカキなどの海の幸や冬野菜、柑橘といった山の幸など、広島の冬の味覚をテーマにした食のイベントです。会場にはおよそ70のブースが出展を予定しているほか、カキグルメ選手権や広島カキ鍋などが企画されています。広島商工会議所や広島市などで作る実行委員会では、広島の名産を 全国さらには世界に発信できる日本を代表するイベントへと育てていきたいとしています入場は無料で4万人の来場者を見込んでいます